はいどうも、あの1時間さっき喋ったんですよ。はい、喋り足りないということで喋っていこうと思います。あ、そうだ、あの なんつうんだろうな、さっきトイレでトークってやったけど、あのトイレで座るのはいいんだけど、あれ1時間しか座れないの。あのね、1時間で料金とかじゃなくて、普通に単純に1時間便座に座るのが辛い、ケツが痛くなるわ。うん、でね、まあ、物申す系について話したいけど、みんななんかさ、無理に物申すほどしてないって思うの。俺はマホドさんについて物申すの。俺はマホドさんに思ってることをスッと出したことなんだ。スッて出す、このモーション、スッと出したこと、スッて言う、ドゥーンみたいな感じで言うね。ドゥーンは YouTuber はこうだぞ、ドゥーンドゥーンって鼻毛抜いてるモーションだけど、あっちの芸能界の芸人さんのドゥーンドゥーンの感じで、スーじゃねえぞ、スッじゃないぞ、それはドゥーンだ。はい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 、面白いね。で、まあまあまあ、そのなんつうんでしょうかね、まあここはあえて一人ツッコミしません。だから物申す系ってなんか無理に物申そうとしてんじゃないのかなと思ってね。いや、その物申したくもないけど数字取れるから物申すみたいな、あの YouTube って数字取るためのアプリじゃないでしょと。やっぱりまず好きなことがあって、その次に数字じゃないですか。物申すのみんな悪口言うの好き、好きじゃないでしょ。うん、確かに数字は取れないけど好きなことしてって、それでどんどん数字取れる方がいいと思うんですよ。自分のやりたいことがやるのが YouTube、 それで生きていけなんて言ってないし、うん、生きてこの来ようとしなくていいんだよ。なんか仕事、違う仕事やればいいんだよ。そんな俺は YouTube で食っていきたいけど、でも食っていこうとすると大変だから、大変っていうかね、自分のしたくないことをいっぱいすることになるから、趣味程度しかやんないっていうニートが語ってますよ。あー、滑らかな指の動きができない。どうも15歳です。あ、いやいや、ケツ、なんかケツに違和感を覚えた。あ、なかった、違和感なんか。あー、まあ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 、ケツがいいよ、ケツがいいよ、ケツがいいよ。はい、それでね、無理に物申さなくていいよって話。なんつうんだろうな、うん、な、緑川チャベスタイガさんが言ってたね、いや寒いしみたいな感じ。いや、あんたのピアスも寒いでしょって。いや、価値観の違いかもしれないけど、あんたのピアスもまあまあ寒いぞとね。いや、ピアスをディスるわけじゃないけど、それも一つの価値観じゃないですか。なんか、いや、まだふざけていいの方がよくねと俺は。いや、寒いわって言ってババババババみたい、めっちゃピアスしてて。いや、俺ピアスが嫌いじゃなくて痛々しいだけなんですよ。でもしな、するなとは言いないしね、強要しないけど、いや、それも寒いやろって俺は思っちゃうけどね。うんうん、俺はさ、それを寒いって思うから。うん、で、腕組むな、お前15歳のくせに腕組むな。腕組んでいいのは50歳以上からか、もしくはその業界内であのすごいキャリアを積んでる人だけだぞって。いや、お前やばいだろ、こうやって自分でそれ言いながら目つぶりながら、こうちょっと目つぶりながら頭かき始めて、頭かいたところになんか変な出来物あったわ、痛かったわ、書いて痛かったわな、頭にできものあったもん。僕そういう病気な、病気なんでね、病気ってな、昔の言葉みたいに言うな。うん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 、はいはいはい、ちょっとね、うんっていう動きがちょっとね、あのテオさんのかまってちゃんみたいな動きで、あれ、あの動きすごいクソつまんないんで、ちょっと変化もたらしてみました。変化はもたらすもの、どうも羽島恭四郎ですということで、ね、上下上下じゃないんですよね、これね、上下上下上下なんですよね。上下ってから上下上下なんですよ。上下上下、もしくは上下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 なんですよね。まあ、さっそうとね、休憩。まあ、そういうことですね。僕はまあ、めっちゃはい、ということで、いや、立って喋んの無理。マホドさんは好きだから1時間も喋れたけど、物申す系俺嫌いだもん。だってあいつら大半つまんねえじゃん、顔も出さねえし。なんかつまんないから俺嫌いなの。つまんないやつは嫌いって、じゃあお前はお前自身を嫌いなのかって言う人いるよ。俺面白いから、ちょっと口曲がってなかった今、俺面白いから。はい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 、お前やばいぞそれ、面白いからってとこ、もしそれ二ちゃんの掲示板にいたらどうするお前、やばいぞお前第二のなんかそういう系の闇の YouTuber になるぞ。
陰と陽がするあるとするなら、陽はヒカキン、陰はシャムさんだぞ。もしくはタレゾウさんか。タレゾウです。まあ、タレゾウさんになりたいんかと。俺は陽の YouTuber になりたいなってさ。あれってやばいじゃん。あの陰の YouTuber にはなりたくない。なるべくもう陰のやつらとはかかりたくないってことね。まあ、そう思ってるとね、髪の毛変だな。はいはい、出ました、自意識過剰のやつ。自分かっこいいと思ってる気持ち悪いやつ。うーわ、マジキモい。今の本当にキモいって言いながら、ここ二手に分かれてんだよなあ。 なんでこれ、この髪型なあ。ピスタチオの進化前か。はいはい、ピスマッチオ、ペアパパパツバ飛ばしました。まあということで、もう喋る気なくなったから、もう動画やめとくわ。イジリ岡田の20年後。レロンレロンレロ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 。早すぎてこう、イジリ岡田の20年後はこれだから、早すぎても止まってるから。はい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 、つまんないつまんない。ということでね、まあ僕は面白いと思ったんですけども、まあ皆さんは面白くないということ、それは面白くないということなんでしょうね。はいはい、次回の動画会いましょう。皆さんがね、これを面白いと思うように洗脳していきますということでね。洗脳っていうことね。はいはいはい、個人をネタにするのはやめましょう。ということで、次回の動画で会いましょう。食べないっていうね、食べない。そうそう、カメラを食べるというオチがあるんです。隠さない。じゃあどう終わるんだよ。下げない。こうやってね、こう下に下げるのか、下げない。何、斬新なオチを考えよう。いやもういいです。いや撮って普通にスマホを操作してるオチもしない。いやどうしよう、マジでオチないわ。牛角の焼肉、あー落ちねえな。やっば、落ちない。どうしよう。吹かないね。いやどうしよう、マジで落ちないという落ちにしよう。はいはい、ああまあもうあれ、もうこれ落ちないっていう落ちだから、まああとちょっとなんか、あのお父さんが電話かかってくるか気づいた時に消すから、もう動画終わりだから。落ちないという落ちだから、うん、動画ずっと続いてるよ。うんうん、思い出したらやる。落ち、あの動画は消すけど、落ちないって落ちだからね。はいはいはい、ありがとうございました。あのチャンネル登録するより紙くれ。はい、来年ワンピースワノ国行くってさ、喜べみんな。あ、もう一回言うけど、これ落ちないっていう落ちだから、斬新だろ。落ちないのが落ちなんだよ。後で普通に消すから、うん、不安になんなくていいよ。あと最後まで見なくていい。あ、俺も最後まで見ないから、うん、いい。本当にもうこっから喋んない。ちょっと俺優しかったな、うん、優しすぎた。ああちょっとこっからはあのなんか俺が独り言言うから、みんなに対しては言わないよ。俺のね、あのいつもの感じで言うから。はいはいはい。
うん、あごめん、あのまあこれ消すけどさ、なんで今のタイミングで消すかって、いや単純にスマホいじりたくなったから。はい、ここまで見てくれた人ありがとうね。ごめんね、俺のあの斬新なオチに付き合わせね。落ちないというオチね、オチがないっていうオチじゃなくて落ちないんだよ、ずっと続くんだよっていう、まあ、斬新なオチに付き合ってくれてありがとう。はい、それだけ。えっ、もっとトークしてくれんじゃないなと思って、やだ。まあでも名残惜しいけど落ちちゃう。なんか話しそうでしょ。話しません。いや普通にごめんね、あのほんと今ここでいやレンズ食いたいけど落ちないっていう落ちだから、ムズムズするって終わります。僕もムズムズします。じゃあありがとう。